2024年3月21日、地方競馬、指数予想、こんにちは、鬼げんです。この動画は競馬予想を公開する動画です。流れとしましては、指数予想と SP 予想を公開していきます。それでは、まず指数予想をご覧ください。 続いて SP 予想です。こちらは規定人数未満の場合は公開なしとしていますのでご了承ください。2024年3月24日までにチャンネル登録者1000人以上でこれからも常時配信します。 そしてチャンネル登録が1000人になりますと指数表を公開していきます。現在はあと100人となっていますがチャンネル登録者のペースを上げるため次のルールを新規に設立します。チャンネル登録者1増加ごとにプラス5指数カウントします。本日の集計ですがチャンネル登録増加とボーナス企画で本日も全レース配布します。 ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録者よろしくお願いいたします。最後に本日の指数表を公開して終わります。